かげでチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。西浦、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。そしてバッターはピッチャーの森下。まあここは走らせるかもしれませんね。はい、取りました。送りバントは失敗です。打順はトップに帰って菊池。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。まあ肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。菊池ヒットが出ました。2アウトランナー三塁二塁。ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー二塁三塁としています。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあカープ追加点のチャンスを迎えています。まあこの辺りで中押しができると展開としては理想的ですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか、バッターボックスには上本が入っています。これが2球目、落ちるボールでカウントを取っていきます。ストライクを先行させていきます。追い込みました。掴んで3アウト、追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4回終わって1対0、カープが1点をリードしています。先発のピーターソン、バッターボックスです。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。初球空振りです。ストライクになります。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター太田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはカープが森下、そしてスワローズがピーターソン、この2人の投げ合いとなっています。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。インドを見送っています。さあ5球目は何か。打ちました。菊池が掴んで2アウト。Yeah.
打順は2番山崎。山崎今日は盗塁を決めています。2アウトになっています。この辺りはバッテリーを揺さぶっていきます。高めに決まりました。150キロ。アウトコース打ちました。ショートうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0。1点リードはカープです。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですがいかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところ。打ちました。取った。一塁送球。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックスには4番マクフォール。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたい。引っ張った。ヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。打席には5番バッター西川。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあカープリードを広げるチャンスです。高めに来た変化球ですが空振りです。インコースに切れ込む変化球。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。なるほど、そうですか。ストレート打った。セカンドの右掴んだ。二塁送球。二塁際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。初球まずは空振りを取っていきます。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど。これが3球目。打った。ボールを拾って一塁アウト。カープ追加点を挙げました。2対0になりました。ルーキーに援護点をプレゼントします。ここは最低限といった形でしょうね。まあいい場面でいいバッターですから非常に期待が持てると思いますね。このチャンスに期待がかかる相澤が打席に入っています。外のボール打った。これは上がりすぎたか。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。
しかしこの回カープ1点を追加しています。5回終わって2対0、カープのリード広がっています。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ランナーセカンドに背負って、しかし内野ゴロに仕留めます。先制を許しません。2回の表、このピンチの場面、力のこもったボールで三振に切って取ります。先制のピンチをしのぎます。裏の攻撃、先制のチャンス、8番田中、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。カープ先制します。4回の表、ピンチの場面だったんですが、外野フライに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ヤクルトスワローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは尾花、先ほどの打席はレフト打ちました。セカンドが取る、アウト、ワンアウト。4番バッター村上、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球わずかに外れてボール。これはどうか、一二塁間を破る、村上ヒットが出ます。ワンアウトランナー。バッターボックスには代打の山田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ボールになります。さあ3球目は何か。打ちました、取った、二塁送球、アウト。ここは二塁をアウトにしています。さあ一塁にランナーを許しています。バッターボックスには西浦、そして塁上には山田。まあ盗塁の警戒をしておいた方がいいでしょうね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。ジャストミート、落ちた、ヒットになる。二塁ランナー三塁も回った、セカンドランナーホームイン。スワローズ1点返しました。2対1になりました。カープ、これ以上の追い上げを許すわけにはいきません。うーん、抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。まあもう少し慎重に行きたかったですね。これで1点差に迫られました。バッターボックス中村、前の打席ではフォアボールを選んでいます。カープ追い上げられています。里崎さん、この後はきっちり行きたいところです。そうですね。まあとりあえずこのランナーを返さないようにしないといけませんよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。2球目打ちました。さあどうだ、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ点差を縮めていきます。2対1、スワローズが1点差まで追い上げました。6回の裏、スワローズに選手の交代がありました。先ほど
6回の裏カープの攻撃、バッターボックスは8番田中。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。カープ1点リードで迎える6回の攻撃です。高め外れました。ファウルになります。これが4球目。インサイド、打球はライトへ。ライトが取りました。次はピッチャーの打順ですが、先発の森下が打席に入ります。調子自体悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。そうですね。さあ2球目は何か。アウトコースへ決めました。内への変化球は決まりません。ファウルになります。見逃して三振になります。